いつもご視聴ありがとうございます。今回はアグレットの最新機能ギャラリーがリリースされましたので、そのご紹介動画となります。昨年からずっとリリース間近と言われながらなかなか実装されていなかったギャラリーなんですが、ついにリリースを迎えましたね。皆さんもう触ってみましたか？最新のアップデートバージョン 1.28 で実装されていますので、まだアップデートを行っていない方はまずはアップデートをお願いします。今までのシェルフでは全員が同じ固定の棚に靴を飾れるだけのものでしたが、新しいギャラリーでは棚の位置や数、それから棚以外の窓や家具といったものまで自分好みに自由にアレンジできることが大きな特徴です。もちろん今までのように靴も飾れますし、他のインテリアも飾ることができます。とにかく自由度が高いので、まずは触って慣れていくのが良さそうですね。では順番に見ていきましょう。まずどこからギャラリーに入るかなんですが、右画面の右下、四角い部屋のようなマークをタップしてください。このようなロード画面の後、スマホを回転させてくださいと表示が出ます。今まではスマホ縦向きで使ってたと思うんですが、ギャラリーについては横向きにする必要があります。お手持ちの端末で画面の回転ロックを外してお使いください。では横向きにしてスタートです。最初の説明文ですね。上から物を置くときにはプラスマークを押す、タップして長押ししたままで物を動かせます。物を戻したい場合についてはこのマーク、後でやってみますね。次に進むとガランとした部屋の画面になりました。ここからは皆さんの自由にカスタマイズの時間ですよ。では早速アイテムを置くためにプラスのマークを押してみましょうか。この画面では持っているアイテムを種類ごとに見ることができます。アイテムを選んでタップすると棚に自動で並びましたね。続けていくつか置いてみますか。他に緑の靴はと、靴はこんな感じですね。靴以外の家具にはソファーやテーブル、これは棚ですね。それからラグ、絨毯もあります。ステッカーとかその他にもいろんな小物もありますね。マグカップ可愛いですね。それから部屋自体の壁紙とか床の色ですね。これはこれまでのシェルフにもありましたが、ギャラリーには窓もあります。まずこれを置いてみましょうか。最初の説明の通りタップして長押ししたままアイテムを動かします。この辺ですかね。指を離すとそこに置かれます。窓あると一気に部屋っぽくなりますよね。続けてアイテムを自由に配置していきましょう。リリース日の7月20日時点では少し古い靴ですとか NFT の特典アイテムだった壁紙など反映されていないアイテムも結構あってですね、お気に入りのものが置けないという方も多いかもしれませんが、近いうちに順次対応されるかと思います。それからステッカーは2本指で広げて拡大したり回転させたりできるみたいですね。このように移動させて回転させたり、小さくしたり大きくしたり、お好みのサイズに調整してください。まあこんなもんかな。さて、いろいろ好みのものを置いてだいぶ好きな感じになってきました。このあたりで一度セーブしておきましょうか。セーブするには左上のマークをタップしてください。まだ少し動作が不安定なのか、いろいろ編集している時にアプリが落ちちゃうことがたまにあるんですよね。全部元に戻って悲しい思いをしないためにもこまめなセーブをおすすめします。上のセーブを押して保存、あるいは保存せずに戻りたい場合は下のドントセーブを押してください。さて、セーブを押すとこのようにスナップショットを撮る画面になります。アバターが動かせますので、好きな場所でスナップショットを撮るとそれがプロフィール画像になります。この辺でいいかな。右下のマークを押してパシャ、これで保存とプロフィール画像の変更が完了です。一旦お疲れ様でした。ではもう少し応用編行ってみましょう。すでにあるものを消したい時はどうするんだっけなということで、ヘルプを見てみましょう。この矢印マークですね。バックパックに戻したいものはこのマークにドロップするって書いてありますね。例えばこの棚をドラッグ&離せばいいんですかね。これで消えましたね。もう一度やってみましょう。この棚をドラッグ&矢印にドロップ、このようにしていらないものはバックパックに戻していきます。アイテムを消してしまうわけではなく、バックパックに戻すだけなので、またいつでも取り出して使えます。
それから上に物が置けるオブジェクト、例えばこういう棚とかですね、これは上に置いた物ごと動かせるので便利ですね。ソファーを少しずらしたい時なんかもこのように上に乗せた物ごと移動ができます。さらにもっといろんなアイテムが欲しい方にはショップにファーニチャーやデコールームの欄ができていますので追加のアイテムを買うこともできます。まだそんなに種類はないんですが、これからどんどん追加されていくと思うので要チェックです。観葉植物とか欲しいよね。現時点ではまだマーケットで売ったり買ったりはできないんですが、いずれ取引できるようになるといいですね。さて私も一つ家具を買ってみたんですが、家具の箱こんな感じなんですね。いや確かにね、いつもの靴の箱じゃ入りきらないもんね。グリーンのベンチ買ってみました。このベンチを置いて一旦これくらいにしましょうかね。皆さんもお疲れ様でした。自由にアレンジして自分だけの空間を作ってみてください。カタログによればこれから新しいアイテムが続々と登場してくるはずですので、靴アパレル以外のアイテムも楽しんでいただけたらなと思います。このチャンネルでは今後もアグレットの情報を発信していきます。ぜひ一緒にアグレット習慣を続けていきましょう。それでは最後までご視聴ありがとうございました。あ、せっかくやからスケボーを置いてみるか。拡大するとか、いやできひんか。置き場所の問題、長い棚に置いてみる。いやちっちゃい。